和すぐの派閥が同党を集団離党して結成した政党。2005年にこの和すぐと民主社会党が統一会派よりさらに踏み込んだ連合としての政党連合、左翼党を結成し、2007年6月17日に正式に合併して同盟の政党、左翼党となった。組織形成の直接の原因は赤力連合政権で新自由主義的な 改革路線を取った、党内右派のケアハルト・シュレーダー首相を率いるドイツ社会、民主党指導部に失望し、反発したスピード内の左派が、2005年1月に一斉離党、独立して結成した。その後、スピード左派の大物政治家、オスカー・ラフォンテーヌ元財務大臣が加わり、総選挙を戦った。ワスグは、政府に批判的なスピードの問いみや、労働組合員が、 当初、労働と社会正義クラブとしていたものを2004年の党議の過程でより上位の政党を構成するものとして2005年2月22日、形成された。2006年6月16日に、和スと PDS の統合を問う直接選挙が成功を収め、正式に左翼党という党名が決定した。2007年3月党員数が1万1600人であった。 2006年12月31日には減少していために2007年9月に8944人が遅れて入党した。ありがとうございます。